聞いてくださってありがとうございました。私は YouTube でお歌と、あと他にも自分の日常生活を日記みたいに載せていっています。これからもまた動画で出会えますように。今日はありがとうございました。またねー。